ミマロパ地方は、フィリピン西部の地方である。ミマロパとは、ミンドロ・マリンド・クロンブロン・パラワンそれぞれの州の、頭文字をとってこう呼ばれている。カラバルソン地方と共に、南タガログ地方と呼ばれていたが、2002年5月17日、二つに分割された。なお、北タガログ地方は、現在のチューブルソン地方とマニラ首都圏である。2005年5月23日、 さらに、パラワン州が西ビサヤ地方に移動するという大統領令が出された。パラワン州のプエルト・プリンセサが移動するため、ミマロパ地方の都市は東ミンドロ州のカラパン一つしかなくなる予定になっている。だが、パラワンの住民の間には事前の協議が不十分な決定に不満が残っている。大統領令の実行は遅らされており、 パラワン州もプエルトプリンセサもミマロパ地方に留まった、ままになっている。ありがとうございます。